お湯はマックス。どうせ。まっちゃん、義経、松岡くん、松岡くん、松岡さ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 ん。わけでやるかな、さあお送りしてまいりました。その後オンエア。はい、というわけでお送りしてまいりましたソードアートオンライン2のステージですが、あっという間にエンディングでございますよ。ねえ、でもでも予定の時間ですもの。ねえ、そうですね、ということでございましてですね、どうぞ皆さん、ステージ前の方へお願いします。さあさあね、ラジオ風といいますか、まあソワダとニュースの、なんでビビった今。今何が起きたんですか。立ち位置違うから、立ち位置違うから。あ松岡君かっこいいですよ。止まらない止まらない止まらない。松岡君愛してる。え、あれ、そんな感じでした。あれ？This nigga gay。まさか、どういうこと？さっきから結構松岡さん推しだなと思うんですよね。本当ですか？はい、愛してます。え、お返事は？固まってる。どうですか？ありがとうございます。ありがとうございます。はい、痛くない。リズベット推しめ。松岡さん優しい。いや本当に優しいですよ松岡さん。あーちょっとはっ、松岡くん好みの女性のタイプは。トップシークレットじゃないですけど、ないですけど、まあ、お姉さん的な。あい。カナさん自分の一つ年下なんですけど、ほうほうほう、なんかカナさん現場にいるだけで、はい、あれなんかこれでお姉さんなんじゃないかなっていうような。はい、今回のイベントで一番親しみやすさを感じるのはどなたですか？ちなみに誰誰？カイト。おい、痛くない。いや、違うんだよ。いや、そうじゃない、そうじゃない。さっきの場面写に答えありましたから。あ、茅野さん。茅野さんじゃないですよ。いや、茅野さんですけど。もう、いつも海人くんと信長くんのことばっかり。結構喋ったって40秒。キリトは僕のものだ。この泥棒猫。うん、僕たちは友達です。そう、友達です。イエーイ。ということでここまでのお相手は私松岡義嗣と茅野愛でした。バイバーイ。そう、はい、僕が聞きたいんだけど、はい、なんかこう付き合い長いんでしょ。うーん。4年くらいですか。そうですね。あれ、4年4年かな、あ、5年。いやでもそうですよ、5年ぐらいあるかも。そうだ、5年だ。5年です。まあ自社の後輩として、うん、そうね、アイム、やっぱり同じ現場に入ると、はい、やっぱマーヤドン頑張ってるんで、頑張ってるんで、だったら自分も
乗っかって頑張っていこうって。なんか私から見て先輩なんですやっぱり。そうでしょうね。一年先輩ですね。あのずっとですね。一年のとで。あのタメ口で喋って。ずっと喋ってタメ口で喋ってた。同じクラスだったから。あそうだよねでも。あのみんなには吉次って呼ばれてたんですよクラスで。っていうのもあって私もまちょっとくんまちょっとくんって言って。あでも同じクラスだったらさ今さらなんか本当に変な感じだよね。逆に変な感じになっちゃう。がするんですけどこの間。さんって呼ばないのって言われたから本人につぐどんから直接松岡さんじゃねえのってないなねみたいな感じだったからあじゃあちょっと距離を決まったとやばいいつの間にか自分が距離を人前で料理するのすごい緊張しますねそうねえ慣れましたいや慣れないまだ嘘結構やってません結構もう最近はネオ松岡になって何ネオ松岡って何そのネオ東京みたいななんか進化を遂げてっていう噂でしたよ、うん、女子の間では、うん、松岡くんは気づいたらもうなんか進化して大人の男になってたみたいな何あのそういうのがまあもっぱら現場では噂ですよそんな噂がそうなんか変わったよね最近ちょっと松岡くん良くないみたいな自分のうん、耳に入ってこないよいやだって言わないでしょ本当に言ったらなんか口説いてる感じとかになっちゃうじゃないですかわ松岡くんいいでも私ずっとこう1年事務所的に先輩じゃないですかうんで、ずっと松岡くんを目指してた何うんそれはどういうことですか近場の人を目標にするんですうん近い先輩とかうんそのよく一緒になる人とかを見て、うん、こうこの人に負けないというか、うん、ずっとなんかちょっと憧れだったというか追いかける存在だった秋葉で普通のあれが1000円で売られてたって1000円紐紐だけ紐だけで青い紐だけで1000円それはもうそ詐欺じゃないですかそれあの100均行ったら買えるんじゃないですか買えるそうすごいなそっか内田青い紐つけないのつけないよどこにどういうスタイルでいやそれやっぱりあの父の下にないでしょ父どこにあるのよいやまあ人間ですから父はありますこれはニコルの顔ニコルですねニコル吉次さん違うあくまであの松岡吉次さんではなくニコルの香りですニコルの香りいや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 取り下ろしゲストは茅野愛さん茅野松岡さん私の同期なんですけどですごい仲良くさせてもらっててあやねって多分呼ばせないドンズバンあれうまいなこれはこれはそっちの人あの人かな職業声優吉次あの私連絡先知らないですもん松岡さんのはいあじゃあ整ったお二人参りますかねじゃあさくらさんとひかささんうわド変態がテーマを実行するぜおお勢い余って取れちゃったなあそれに忍者とルーブ以外の全員の浴衣が脱げてああしまったありがとうございますおすごいあお兄さんそろそろ長い付き合いだからさ沙織って呼んでいいですよ松岡さんならとても頼りになるんですよ松岡さんは大丈夫大丈夫全然大丈夫だよ誰よりも緊張しててすごいストレッチこうやってなんかゴリラみたいなストレッチゴリラ言うなよゴリラじゃないよゴリラっぽいけどかわいいゴリラでしたラジオネームおむすびさんですありがとうございます I can so can yes we can yes we can以前某 MO 岡吉次さんが大西がノーメイクで現場に来たけど可愛すぎてノーメイクだとわからなかったその時に、ねうん、なんて言われてたか何が嬉しかったかじゃないあ
答えを。いや私は、うん、松岡さんが、うん、いや大西の子短いのも似合うねみたいな。これじゃない？あでも聞いてください皆さん、松岡さんはねヘスティアがいいんですよ。ねえ松岡さん。うん。うんって言った。うんって言った。ひどい。なんか現場でさ、ってなんか言ってる感じが。そんなあのインプみたいな鳴き声してないですから。本当に。なんかもう二人で幸せになってほしい。え？なんで合図なん？え？なんで合図なん？え？なんでアイズを好きになったん？ちょっとすいません止めてもらっていいですか？ちょっと松岡さん、なんでヘスティアじゃないの？もう私泣きますよ。一番下に大西沙織彼氏、ヤフー大西沙織松岡義継。あ、水がもうなくなっちゃった。ほら沙織やるよ。ありがとう、お兄ちゃんのお水おいしい。いや私もねちょっと若干記憶が大丈夫。お食事処松岡。どうも、お食事処松岡店主の雪平さま役松岡義継です。はい、そして川島うらら役の日高里奈です。なんと、はい、すいません、かぶっちゃいました。大丈夫です。なんと、今回最終回です。はい、あとまあ松岡さんといえば、まあ、ちょっとね、他のところでも喋ったことあるんですけど、一緒に番組打ち上げみたいで飲みに行った時に、打ち入りかすごい松岡さんがベロンベロンに酔った時があって。あ覚えてますか？覚えてますよ。僕が1時間を、ま、同じ話をしまくったってやつですね。そうなんか結構、まあ、回的には2時間とか3時間ぐらいの回だったんですけど、途中からまあ松岡さんが、あ、まあ、酔ってきたなっていうのをまあみんな薄々気づいてはいたんですけど、もう1時間ずっと同じ話をその監督と原作者の先生と私に話してるっていう新たな一面を見ました。やばかったですよあれ本当に。いやでもすごい面白かったですよ、松岡さんがこんな、ね、すごい熱弁してるって。これリズやばくないですか？リズなんでシリカ。ごめんなさい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 、すいません。ねシリカでもなんかライターよ。しょうがないじゃん、なんか、ね、サイズがもう、ねえ、そういうタイプだったのか。どういうことだよ。そういうことだよ。なんか、ね、肉まんが3つあるなって。松岡さんは、ああ 誰の聖護士姿を見たいですか？僕はいや、リズとかアスナとかはちょっとなんか想像ができるんですよ。はいはい、あなんかアピールが入ってますよね今。でもその枠すでにいるんだな。そうだね。だからあえて言うんだったら、お、勇気ですね。わかるわ、めっちゃわかる。いや俺に欲しい、正直思った、うん、私も知るかなしだったらそうだもん。わかるよ。わかるよ。やっぱ強さ的にもね、時間は強いよね。うん。うん。これ。愛してる。愛してる。愛してる。I love you。日高さんいかがですか？実はあの東京の時行けなくて、はい、あ、そうなんですか。それがすごいずっと悔しかったんですけど、うんうんうん、やっと本当来れるなということで。なるほど。今日もたっぷり楽しんでくださいよ。でもなんかその松岡義継さんに、うん、はい、私京都行くんですよって言ったらすごい羨ましがってて、あら、それこそ東京には行ったと思うんですけど、うん、今回いろいろと東京とは違った見せ方とかしてるらしくて。そうなん、あ、日向さん黒肉行かれたんですよね。行きました。あ、いいな、すごかったの、はい、もうだからもう思わず終わった後にもう松岡君に連絡しちゃって、はい、もう長文で、はい、ソードアートを素晴らしいよっていう。まあリーダーですからね。そうそうそう、気持ちは伝わったよっていう返事が来ました。リナマル
すごい、ゾカさんかな、ラノベの帝王。私が神です。